前回の大カズクラ、カズさんまた視聴者さんからリクエストをいただいた。そう、スフィンクスを作ってほしいらしい。え、いいのか、そんな簡単なもので。それで出来上がったのがこちら。なんかお前めっちゃ可愛いな。はい、どうもこんばんは、うつくらでございます。ん？なになになに？あー、薄倉ってね、なんかね、こういうこと書かれてるんですよ。ティッシュより薄い。いやー、どういった意味なんでございましょうね。どこに薄い要素があるんだろうね。なかなかね、厚みもあるしね、建物自体にね。あ、そうだそうだ。本日はですね、タリコミございました。誠にありがとうございます。それがですね、このアルパカ問題でございます。こちらでございますね。アルパカに4分24秒モンスター湧いてる。そんなはずねえだろうって見てみたらさ、完全に湧いてるわこれ。危ねかったよ。襲われるとこだったよ村人が。ありがとう、本当にいつもありがとうな。というわけで、あっこが暗いのかな。どうなってんだろう。修正だよ修正。あ、これは湧くよね。ちょっとこれで明るくして、この中心地も十分怪しいよね。ここもね、ちゃんと脇防止しておきましょう。よいしょ。よーし、今度 OK 牧場だな。さあ、ではですね、本日は忙しいからね。ちょっとごめんな。最近相手できなくてごめんな、ほんとにな。では参りましょう。あ、っていうか、その前にさ、見る？この前の、スフィンクス。いや、ほんとにね、名物がいっぱい出来上がってきましたよ。な、まず一つ目。勝村名物の、マーライオン。せーの、ぺれーん。スフィンクスも見えちまったわ。いやー、いい感じだよな。あとはね、後ろの山と合体しちゃってるからね、色がね。そこら辺を工夫するだけでございます。またね、あっこら辺にもなんか一体ぐらい作っておくとね、華やかになると思うから、またリクエストよろしくな。さあ、ではね、本日の作業を向かいましょう。よいしょ。あ、っていうか、その前トロッコなんて入ってたかな？ないよな。あ、そうだそうそうだ。せっかく鉄持ってるからね。鉄でもたまには焼いておきましょう。ポイッと。いいね、いいね。行きましたね。焼けましたね。ほんで、トロッコが動き出す。あれ？こうだよな。うん、こんでいい、こんでいい。なぜか止まっていたな。トロッコ、トロッコ。トロッコがないみたいなので、あらかじめちょっと作っておこうか。ぽい。3つぐらいちょっと作っておきましょう。ほんで、こちら側に、ぽいっと。よし。これも不便だよな。また考えておこう、これ。ラスト、ぽいっと。よーし。ではですね、参りましょう。あら？あ、こうか。下にくぐっての、いた！からの、おー、素晴らしい素晴らしい。みんなね、道を開けてくれたみたいでございますね。誠にありがとうございます。あ、やべ。降り散った。あ、っていうか、置いてあるじゃん、ここにも。まあ、行こう。ぽい。さあ、やって参りましたよ。トロッコにいい感じに飛び乗る。っていうか、どんだけトロッカーんだ、いっぱい。三つ分も。さあ、では参りましょう。さあ、到着でございます。あ、また行っちゃった。これ、回収システム作っとかないといけないのにね。また今度頑張りますわ、これね。待って、シュクシュクが来るから、あら、この辺のに、あら、何もないな。こんなにいっぱいいらないんだけどね。まあ、いっか、エンドに持っていきましょう。ぽい。いや、ただいま。いやー、またエンドやってまいりましたね。ここにちょっと片付けておきましょうか、これね。はい、本日はですね、エンドで、そうですよ、トラップをより良いものと、あとね、ビジュアル変更行ってみたいなと思います。っていうかね、もう500まであと1ヶ月ちょいだからね。いや、準備しておきたいと思うんだけども、あ、そうだ。そういえばね、これダメっていう意見あったんだ。トラップがですね、いるな。湧き潰しが甘いみたいだな、まだね。よし、こんなもんでいいか。はい、ちょっとこちらに作ったやつなんですけども、これですね、なんと、あっこに、エンダードラゴン止まるじゃないですか、あの先に。ほんでね、これでね、攻撃する予定だったけど、ダメージ食らわないみたい。いやー、残念なお知らせでございますよね。また何かね、これ工夫しておかないといけませんよ。いやー、本日はですね、違います。ここじゃないんです。湧き潰しはまたね、また今度でいいんですよ。今度全体やりましょう。湧き潰しの回ね。薄い？いや、それがカズクラだ。んでは行きましょう。本日はですね、あっちの方に作ったエンダートラップの改造でございます。いや、いろいろね、問題点が出始めているんですよ。ぽい、ぽいっと。はい、到着でございます。今ですね、上の方に力いっぱいエンダーマンがね、湧いてるとこなんですけども、これの問題点といたしまして、よいしょ。
あ、落ちてきましたね、落ちてきましたね。しばらくね、貯めると出てくると思うんですけども、あら、まだ来ないかな。あ、来ましたね。そうなんですよ。奥もそうなんですけども、どっか登り始めちゃうんですよね。特にね、厄介なのがこの上。この上には？このガラスの上に。来ない？あら、来ないな。あ、来た。今一瞬見えたような気する。ちょっと倒していきましょう。せっかくだから、ここでね、回復させてしまいましょう。素晴らしい。あ、っていうか、これをこっちに持って、なんか剣装備させればいいんだよね。あ、こんでいいわ。こんでね、効率的に回復できるやつ。あ、いいね、いいね、いいね。マックス回復になったぞ。次は、これでも回復させようか。まあでも、こんなもんに置いておきましょう。するとね、ほら、このガラスの上に登っちゃうんだよね。これがね、まためんどくさい、倒すのね。というわけで、本日はね、工作ですよ。っていうか、ちょっともう止めておきましょう。よし、込んでいくか。ちょっと退治しておきましょう。そんで、上にいる人たちは、こっからちょっと登って、いるよね。ほい。よーし、込んで綺麗になったか。では、行きましょう。もう考えたのがですね、これですよ、これ。サボテン。本当はね、上まで伸ばせばいいんだけども、めんどくさいよね。というわけで、これ砂を置いて解決できるんじゃねえのかなと。こういうことだよね、こういうこと。よし、めっちゃ綺麗になった。あ、ほんで、入るかな、その前にサボテン。エンドの世界で。ほい。あ、いけるね。ほんで、せっかくだから、ここ平面にした方が絶対いいと思うし、明るくしたいからね、シーランタンをちょっと埋め込んでいきたいなと思います、こちらの方には。ほんで、あとはサボテンを仕掛けるだけ。あ、いた、おお、危ねえな、お前。これで相当邪魔になったと思うんだ。あとはでございますね、ここら辺周辺はね、どうしよう。やった方がいいのかな、これ。あとね、この上もね、登っちゃうことあるんだよ。頑張るか。いや、リフォームだな、今回は、ここら辺全体的にね。な、まずはここ狭いので、ちょっとね、1マス増やしましょう。そんでこれどうするといいんだろう。こういうところに土を置いていくといいのかな。あ、いいね、いいね、いいね。数的にすごい。これをマスごとにやっていくといいのかな。ほんで、こうか。あ、やばい。なんかおしゃれじゃん、これ。いいね。じゃあ、こちらも同様に、こうつけていこうかしらね。ほんで、ちょっとね、ある分だけ、こちらの方に仕掛けていきますね。よし、これでエンダーマンかなり住みづらくなったんではないでしょうか。ちなみにここ置くと取れちゃうのかな？あ、いけるわ、これ。あ、やばい。いいね、これ。あれ？なんかこっちたちでなんか違うのかな、マスが。なんか合わないよね。123456712345。狭い。1マスだけ増やそうか。あれ？ここもなんか違うんだけど。なんでこんなずれるんだろう。ありゃ？うん、どうやらね、センターがずれてるみたいだね。123で始まる。うん、あっち側がずれてるようだ。ま、いっか。とりあえず、今の状態で、ここら辺、効果があるのか、ちょっとね、ちょっと見ていきましょう、これ。よいしょ。さあ、でも結論的には、ここの上に登ってくれなければ損でいいんですけどね。では、行きましょう、行きましょう。ぽい。どうだろう。来るかな？じゃあ、すごい見にくくなった。ガラスじゃないから。ただ、変にぶつかるってことは得意なさそうだよね。うん。お、びっくりした。後ろにいるやん、後ろに。ではね、景気にしたら行きましょうか。ほい。いいね、いいね。なんでこのサボテン落ちてんの？お前取ったの？これ。あ、やべ。エンダーマンが、お前たちちょっと、何取ってんだ、お前たち。ダメじゃねえか。おー、あれ？無駄な努力に終わりそうです。なんだよ、それ。ちょっと待って。どんな感じになったかちょっと確認してみよう。上のブロック状況はどうなってるこれ。取られてるわ。いやー、全然ダメでございますね。ではね、本日もう一つのことやっていきましょう。こちらですね、皆さんからアドバイスが、ちょっと待って、危ないな。アドバイスがあったんですけども、あ、そうだ。今ので分かった？よいしょ、もう一回押そう。こちらのでですね、貫通板から離れたら本棚下がるやん。はい、そういったコメントがあったんですけども、これ下の装置覚えてる？みんな。あっこにレッドストーンを裏側に置いたのあるでしょ？だからね、これ一回押せば、
そうなんですよ。これ離れてもこれ記憶してくれてんだよね。だからもう一回乗ると下がる。わかったか。いやーこれ私も頑張ったんですよ。そんでこっからですね、さらにアドバイス。せっかくエンドで作ったならガラスの色を紫色にするとかっこいいのではないですか。いやーナイスな情報ありがとうございます。確かにそれはあるかも。というわけで持ってきましたよ、紫の染料。ほんでガラスをちょっとねぐるっとして、よしよしよし、ではでは参りましょう。いや確かにねかっこよくなる気はあるよな。まずはここだよね。ここをあーていうかここど難しいな、いろいろね。ここをねまがまがしい色にしていきますか。まずな、ここをまがまがしいですね。おやべ、かっこいいわ、もうすでにかっこいい。これでいきましょう。やばい、めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、これでもそのままつなげよう。よいしょ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 。あー、すごくいいわこれ、超かっこいい。なんならもうちょっと装飾したくなってきたんだけど、赤いのとかもあるからね。あ、この上って置けるのかな。いけるわ。あ、かっこいいやんこれ。ちょっと待って、これ立体的なのいけるんじゃないこれ。紫大事かもしんないな。あー、やばい、すごくいい感じになってる。4段ぐらいにして囲んどくとかっこいいみたいな、絶対やるよなこれ。やばいやばいやばい、まがまがしいまがまがしい。これもうちょっとこれ紫ね、あんまり色入れすぎるとまずいからね。ちょっと紫もうちょっと作っとこう。えい、ここからのだよね、ここからの。これ難しいとこだけど、上にね関節のとこにシーランタンを置いておきたい。ほんでまた囲っていきますかこれ。よーし、できたねー。あとは、この赤でつなげて、バッテン印でもちょっと作っておこうかね、これね。やばい、まがまがし、まがまがし、まがまがし、これ。いいやん、これ。ここもこれでやって、つなげて、つなげて、で、出来上がったのがあってねー。超いい。いやー、アドバイス、ありがとうございます。というわけで本日はですね、サボテンここでも成長するのお前。すんげーな。いやー、なんかですね、成長してってるサボテンさんですけども、失敗でございました。ただですね、エンダーマンには失敗っていうことが分かっただけでもかなり大きな収穫かと思います。というより何よりですね、この後ろが出来上がったのが素晴らしかった。いや、本当にね、アドバイスありがとうございます。またですね、何かね、私にできることなどございましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。